1分解説、スコアタのキソポイント。突然ですが、皆さんはスコアタは得意ですか？数億しか出せない人もいれば関数と余裕な人など、人によって実力は様々だと思います。今回は数億程度から安定して数十億を出せるようになるための初心者向けの解説となります。基本はタップでデカプニを使ったスコアタがおすすめです。それ以外の必殺を使う方法もありますが上級者向けなのであまりおすすめしません。各妖怪の技は最低5まで上げましょう。技魔とは言いません。バフはスキルにデカプニが降ってくるスキルがあるもの、バフをかけると同時にデカプニを作るもの、スコアアップは Z ランク以上を採用した方がいいです。いざスコアタをやるときですが、脳死で全員の技を貯めてフィーバーに入ればいいというわけではありません。盤面にアタッカーのプニを集めながら整地して、バフがアタッカーのプニを膨らませる確率を上げなければなりません。こうすることで、タップでデカプニの連発確率を上げることができます。高スコアを出すためには、最低3フィーバーは欲しいです。綺麗に整地しながら3フィーバーを出すには慣れが必要なので、そこは個人で努力しましょう。ちなみに数字3のマデラは仕事をしないのでよく派手だとか言われています。